エバラ食品工業株式会社は、神奈川県横浜市西区に本社がある、食品メーカー。焼肉のタレなど家庭用、業務用調味料の製造、販売を行っている企業である。独立系で、通称は、エバラ食品、エバラ。コーポレートスローガンは、心、弾む、美味しさ。ポンプなどで知られるエバラ製作所とは、共通点が、本社、工場が、 エバラクにああったといいう部分のみであり資本人材を含めて関連は一切ないまた、一般販売されていないが、日本マクドナルドで販売されるテリヤキマックバーガーのテリヤキソースなどもある。制作は、横浜エージェンシーコミュニケーションズ、全国の民放テレビ局で、スポット CM が放送されている。なお、提供番組は、下記の通り。 エバラで言っただきまからすと題した CM も放送されていた。また、焼肉のタレの CM ジングルは高島明彦作曲である。男性女性男性出展、本間の A、誰かに教えたくなる、社名の由来不況に強い企業精神、講談社 ISBN40 億6281万2657、P87、焼肉のタレ。 黄金の味発売35周年記念リンゴは、希少品種である国産の、紅玉を100%使用、黄金の味35周年記念限定品を発売。エバラ食品。https www.eparafods.com スラッシュカンパニースラッシュ20130610黄金315記念。 pdf 2021年4月29日閲覧。発売以来初。黄金の味シリーズ大幅リニューアル。エバラ食品工業。2017年9月1日閲覧。嵐が夢応援するムービー公開企業連動 CM には、夢コピー社員も出演。アドバータイムズ宣伝会議。2020年11月5日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2020年12月13日閲覧。AB、双子の父、花江夏樹この成長実感、個性が出てきた、見守る楽しさ。オーコンニュース、オリコーン。2021年5月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月18日閲覧。私はベジタリアンと菜食主義をテレビで発言したことから途中降板。 焼肉のタレの CM のスピンオフ企画映画、エバラ家の人々にも出演。現在も、早く起きた朝は、で共演。ありがとうございます。